日本学校農業クラブ連盟は、東京都に事務局を置く、農業家や総工学科を持つ、高等学校に属する生徒の団体である。略して、農業クラブ、農区と生徒及び関係者から呼ばれている。戦後、学生改革に伴い農業高等学校ごとに、学校農業クラブの組織づくりが進められ、都道府県単位での組織も成立するようになった。 もともとアメリカ合衆国には、アメリカ合衆国学校農業クラブ連盟があり、これが手本にされた。1950年春に、東京都立園芸高等学校が設立し、全国組織が成立した。同年11月2日には、東京都の日比谷公会堂で、FFJ の結成大会が行われた。1908年、 米国マサチューセッツ州の農学校で学校で学んだことを家庭の農業に実際に適用して学習するためにホームプロジェクトという手法が採用された。そもそも農業クラブとはこの農家指定の学習活動のために作られたものである。現在の FFA でもホームプロジェクト法を主として学習活動を行っている。戦後日本の農業教育においてもこれに倣い。 ホームプロジェクト法が導入された。教職員が各家庭を回って親とともに農家の指定に農業の技術を指導していく体験を重視する手法である。ただ、現在の日本では学校で研究等の活動計画を立て、実行し評価を行うスクールプロジェクトが主流となっている。年に一度全国大会が行われる。様々なプロジェクトの発表や 測量競技や農業鑑定競技などが行われ、各県、ブロック代表がその技術を競うものとなっている。FFJ の歌の冒頭でも歌われている通り、実る稲穂に富士と鳩をシンボルマークとしている。マークにおいて、鳩は平和を、富士山は日本を、稲穂は日本の農業を、主食を表している。FFJ の歌は、農業高等学校など加盟校では、 効果と同等あるいはそれ以上に成長することが多く、卒業生はこの歌を歌えるものが多い。また、FFJ 踊りと称される踊りも存在している。復活版として、第44回 FFJ 大会にて、メイン会場であった名古屋国際会議場、センチュリーホールにて、愛知県立佐屋高等学校の農業クラブ員にて、構成されたおよそ20名にて、踊りが披露された。 2019年度前期放送の NHK 連続テレビ小説夏空ではヒロイン奥原夏をはじめとした濃厚性が劇中で歌唱されて注目を集め第78話では会社の余興で夏が独唱しているシーンも描かれた NHK 札幌放送局ではみんなで作る FFJ の歌として視聴者投稿の歌唱動画をつなぎ合わせてミュージックビデオ 制作、2019年7月より、同局ウェブサイトや動画サイトで公開され、北海道内のローカル番組で放送。2019年9月には、NHK プレマップで1ヶ月限定の全国放送を実施している。2000年、FFJ50 周年を記念して、新しいシンボルマークと、さだまさし作詞、作曲の新テーマソング、美しい未来へ。 Future Farmers of Japan が発表された。アメリカ合衆国には FFJ の原型となった FFA が、韓国には農業高校生をクラブ員とする FFK が、対応国には農業大学生をクラブ員とする FFT が存在する。ありがとうございます。